はーい。おはようございます。沖縄、おばばです。はい。えー、ぬこ、ぬこたちがね、寄り添ってますね。はい。いい光景でございます。はい。えー、っとですね、えー、はい。でもそうですね、みきさん。はい。えー、昨日ね、見ました。はい。えー、例のね、えー、関さんですね。 はい。見ました。はい。えー、これね、後でゆっくり感想をあげたいと思ってます。はい。えっ、ー、と、その後のね、あの、放送も見ました。はい。はっきり言ってましたね。はい。えー、まあ、そういう感じですね。はっきり言ってました。はい。えー、まあ、わかる人にはわかるという、これだけで多分通じると思います。はい。えー、いわゆるね、 人の口のサクッと女王のことですね。はっきり言ってましたね。はい。えー、これ夢でも何でもないですから、現実に起こってることなんで、はい。えー、なのでね、えー、まあ、現実見るのが嫌な人もいますけど、まずこの現実を把握しないと、いろんなことでね、対処できませんからね。はい。これは言ってましたね。あの、関さんもね。はい。えー、 ほぼほぼ、ほぼほぼ同意です。はい。えー、言ってました。はい。まあ、未来のことはね、いろいろ、えー、ちょっと、あれなんですけどね。お <laughs> まあ、元気がいいこと。<laughs> はい。えー、そういう感じですね。で、まあ、なんて言うのかな。難しいですけどね、言うのが。はい。えー、まあ、例のね、例の件も言ってましたよね。あれの件も。はい。 えー、これだけでわかる人はもう、えー、すごいなと思いますけど、<laughs> はい。えー、おばばの強烈なワンかもしれないです。これだけわかる人は、はい。えー、まあ、あの、あれのことも言ってました。いわゆるね、ちくわんワンですね。が、あね、例のね、えー、トランスのね、えー、なんちゃらと関係しているということです。匂わせていました。はい。えー、ここら辺をこう、ね、くみ取る。 ことができる人はすごいなと思いますはい、えー、いろんなこと言ってましたねはいまあまあ後でこれも詳しくまとめますはい、えー、なんというかね、えー、またまたね、えー、またまたこうタイのリクリクでねおかしなことがね、えー、起こっているようですあ,、まあ、なんていうのかな ああ、ポリースですね、ポリース。はい。ポリースにね、助けを求めてる男の子がいて、えー、いく、あのー、なんて言うのかな。あパトカーをね、何台か止めるんですけど、みんな無視して行っちゃうんですよ。はいあ。まあ、男の子かわいそうですけどね。なんかあったんでしょうね、多分。はい。えー、 多分、ポリースの方もポリースの方で、なんか、どっかで呼ばれていってるんでしょうね。なんか、途中なのでね、その道端っていうか、あの、信号で待ってるところに男の子が突っ込む、突っ込むっていうか、突撃していくんですけどね。えー、向こうのタイの陸陸の方も乗っ引きならない事態になっていますね。まあ、あれですね。まあ、日本全部も、 日本全部ものっぴきならない事態ですけど、今。はい。えー、こんなに、あのー、ピーポーパーポーが多いのはおかしいです。今ちょっと止まってますけどね、ピーポーパーポーが。はい。でも朝からもう3回ぐらい聞いてます。はい。えー、まあ、異常ですね。異常。はい。この異常に気がつかない人は、永遠に、多分、目が覚めないのかもしれません。はい。 まあ、それはそれでね、幸せなのかもしれませんけどね。えー、でも、どうなんでしょうかっていうことです。はい。まあ、しっかり、しっかり目を開けてね、生活していかないと、はい。今後ね、いろいろ準備もありますしね。はい。えー、ということです。で、えー、やっぱりね、備蓄は大事ですから、はい。 えこれも言ってましたよね。備蓄っていう言葉は言ってませんでしたけど、えまあ、自然のね、自然の災害がね、来ますよっていうことも言ってましたよね。やっぱりね、備蓄があるのとないのとでは全然違いますからね。はい。これは、あ,あれですから、あのー、すべて繋がってますから。はい。すべて繋がってます。はい人。人のね、口のサクッと上につながってますから。 はい、サクッと女王が嫌な人はね、えー、食べるものはねちゃんと自分で用意しましょうということですねあららまた何かやってますねあ今度はパトカーですねパトカーじゃないかな消防車かなはいパトカーか消防車ですね 道開けろ、道開ける言ってますね。もうこんなんばっかりです。はい、毎日。はい。えー、まあね。それでもね、えー、沖縄30%ぐらいですから。はい。えー、もうね5、5割ですからね、平均が。比べれば低いんで、今後どうなるかですよね。はい、まあ。 そういう意味でもね、いろいろ準備必要です。はい、えー、とりあえずね、準備、準備です。心の準備とね、えー、食べ物の準備。はい、お願いします。はい、えー、今日も一日楽しく過ごしましょう。はい、沖縄馬場でございました。はい、うんじゃさんが戻ってきました。はーい、よかったですね。ね、かわいいねー。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。